イザベル・デ・オルレアンス・イブラガンサは、ブラジル・ミコ及びグランパラコペドロ・デ・アルカンタラの娘で、フランスのオルレアニスト王位請求者パリハク、アンリの妻。ポルトガル語全名は、イザベル・マリア・アメリアル・ルイザ・テレザ、ジョアナ・ミゲラ、ガブリエラ・ハファイラ・ゴンザーガ。フランス語名は、イザベル・ドルレアン・エブラガンス。フランスでは一般に、マダムと呼ばれた。ペドロ・デ・アルカンタラ・ミコとその妻で、 ボヘミア貴族のエリーザベとドブルジェンスキーでドブルジェニツ、伯爵夫人の間の第一子、長女として生まれた。父は、ブラジル皇帝ペドロニセイの長女で、定位継承者のイザベル王女の長男で、いずれは、ブラジル皇帝家の課長となることが決まっていたが、王族出身でない母との結婚により1908年に、ブラジル定位継承権を放棄した。しかし1940年に、 イザベルの弟ペドロガスタンが、ブラジル転移請求者となることを宣言している。父は、ブラジル皇族としての身分、権利を放棄したわけではなかったので、イザベルとそのテーマは、名目上のブラジル王女の称号と、皇帝家及び王家の殿下の継承を名乗った。1931年4月8日、シチリア島のパレルモにおいて、登園にあたるオルレアン家のアンリ王子と結婚した。 フランスの第三共和国政府は、旧王族による王政復古の動きを危険視して、オルレアン家の人間のフランス入国を禁止していたため、イザベルの家族が宮殿を所有するパレルモで結婚式が取り行われたのだった。夫のアンリは1940年にオルレアン家の課長となった。イザベルはアンリとの間に11人の子供を設けた。ありがとうございます。